泉田も引きを取りませんね。さあ肩で当たっていく。さあ押し返す。角界出身同士の戦いです。おっと丸い土俵から四角いリングに変えて、まず組み合った、右をつか、さあ上手を取った、左、さあ半身になっている田上、さあ張った張った、張り手だ張っていった、さあ右手取った、今度は左、さあ巻き替えた、田上が巻き替えた、さあ投げた、さて投げた、さあ会場が沸きます。そしてラリアット、カウント2つ。山田さん、豪快に投げていきましたね。そうですね、大相撲のような形になりました。さあそのダメージが残る泉田に志賀が向かっていこうというところであります。さあそして志賀が投げられている。さあ立つまま、全体重132キロが襲いかかりました。さあ立ち上がれない志賀、リングの中央です。そのままではピンチ。さあこらえるか、苦しそうな表情であります。さあ青コーナーに持っていかれました。待っていたのが本田。さあバックに回っているぞ。さあ軽々と抱え上げました。さあスピンさせてから前に落とした。志賀健太郎こらえどころであります。さあ片襟になった、自らの力で跳ね返しました。おっと志賀がリングの外、さあ田上はそれを見つめています。動きません。リングの外、泉田が鉄柵攻撃。さあ苦しい戦いが続いています。志賀健太郎83キロの体重、さあヘビー級の選手相手に、おっとボディースラム、マットはありますがずしりという音、床が響きました。さあこらえどころだ志賀健太郎。このアスナロ育成タッグリーグ戦で一つ大きくなってほしい、そんな願いが込められています。さあ自らの力で返した。さあしかし青コーナータッチワークいいですね。そうですね、泉田潤、やっぱりこれ相手が試合ですからね、はい、2人ともまだ余裕があるんですが、はい、さあこの2人で、ね、田植えを攻めなきゃいけないですよね。あ、なるほど、そういった意味でこの泉田と本田は成長してほしいと。そうですね。さあ志賀のピンチが続いています。左の腕がっちりと締め上げられている。さあ全く立てない志賀。さあおっと半上の左足リングの外から襲いかかってきました。さあ志賀自分で何とかすることができるか。素早いタッチワークです。青コーナー、ここまで田上の出番一度しかありません。さあエルボーだ、おっと火がついた志賀健太郎ヘッドバットです。ホンダのヘッドバット、さあ完全にこの動きが止まりました。志賀健太郎再び抱え上げられた、DDT やったぞ志賀、高い位置からの DDT、 一瞬の隙を突きました志賀健太郎。あっと手が届かない、リングの中央に持っていきました。 SDF、 さあたまらず田植えが入りました。田植えが入った、田植えがカットイン。さあ志賀自らの力で戻れるか。おっとヘッドバット、ジャンピングのヘッドバット、もう一回喉元に突き刺さりました。さあカバーだ、跳ね上がる。さあ志賀のピンチが続いています。腰のあたりでしょうか、先ほど DDT いいところがありましたがピンチが続いている。左の腕を絞りました、ニュートラルコーナー。さあ先ほどのような DDT、 一瞬の隙を突くような攻撃。さあラリアットよく見ていた、そして腕ひしぎ、さあどうだ、苦しい、田植えが踏みつけます。
リングの中央でした。さあピンチから逃れた滋賀健太郎、おっと田上が本田のヘッドバットを受けてリングの下です。フロントスープレックス、さあどうだ、田上はリングの外だ、自分で起きれるか、カウント2、カウント2で返しました。さあ再び田上、田上が戻ってきた DDT。 さあ本田はこの田上にどう向かっていくか。おっとタッパーダの志賀を自らの力でトラックコーナーに持ってきた。そしてハイキック、一発で崩れ落ちました。試合時間が10分を超えました。ハイキックネックブリーカードロップ。さあ赤コーナーは田上です。田上対泉だ。おっと持ち上げるか、田上の体重120キロ、どうだ。さあそしてダブルのヘッドバット、田上のおはこを奪う野田落としからダブルのヘッドバット。さあ泉田、田上に向かっていきます。おっとハイキック。さあそして対角線、今度はこれだ、うおっと蹴り倒しました。さあそして志賀にタッチ、志賀がトップロープだ、飛んだサイルキック。さあそして素早くカバーに行った、カウント2つ。さあ志賀首投げ、そしてドスワン式か、トップロープからダイビングボディプレス。さあカウント、カウント2つです。やや左の肘を気にしていますが、その左腕で泉田を、おっとなだれ式ピックアップ DDT、 なだれ式で来ました DDT。 さあカウント、カウント2つ。さあ志賀腕を気にしつつも自分のペースに持っていこうというところです。さあ成長するためにはこのピンチチャンスに変えるか。そしておっとパワースラムだ、返り討ちにあった志賀、ああよく返しています。まあね、あの体重が軽いですからね、はい、そのダメージじゃないんですよね、そのね。さあそして逆にこうやった、カウンターでした、カウンターのラリアット。さあ返せるか、返した、自分の力でよく返していますね。そうですね。さあ膝をついている志賀です。さあパワーボムの体勢、ラリアット、カットに入った田上、お、そして志賀を持ち上げたぞ、その志賀を落とした、合体攻撃。さあカウントが、カウント2つ。いや今のは田上がタッグパートナーの志賀ね、やっぱり田上がね、やっぱりその志賀にずっと力を貸してやらなきゃダメですね。さあ野田に行こうと、あっとロップキック、戻っていたところ待っていた田上。さあ泉田は今度はこらえどころだ、モンゲンショップ、そしてエルボー、あれ、いやエルボー、そして待っていた田上、野田は落とし。さあもう一回見ることができるか、今度はこの田上、志賀を持ち上げて、その志賀を泉田へ、高い位置からのトリープレスだ、どうだ、カウントリー、勝ちました、志賀健太郎が、どうぞ志賀がやった、志賀が田上とともに泉田本田を下しました。